減衰菌世界大会広島大会は今日で3日目となりました被爆地広島で被爆の実装に触れることで改めて核廃絶と平和への思いを決意されていることと思います広島集会の最後となりますがただいまより被爆77周年減衰爆禁止世界大会広島大会まとめ集会を開催いたします 司会を務めさせていただきます第二十四代高校生平和大使の佐々木梨央ですよろしくお願いします<手>まず原爆や核の被害で亡くなられた方々へ追悼の意味を込め黙祷を行います皆さんご起立願います黙祷を始めます はい。 黙祷を終わります。ご着席ください。それでは、登壇者の皆さんをご紹介します。大会共同実行委員長の金子哲夫さんです。同じく、共同実行委員長の 藤本康成さんです現地実行委員会代表委員の佐古雅昭さんです,す大会実行委員会事務局長の谷正史さんです,す海外ゲストのカロ・アクニャ・オルベラさんと 通訳の吉宗智恵さんです。<手>この後、特別報告でお話しいただきます。沖縄平和運動センター事務局長の岸本隆さんです。<手>それでは開会にあたり、被爆77周年原水爆禁止世界大会実行委員会を代表して、 金子哲夫大会共同実行委員長がご挨拶をいたします皆さんおはようございます三日間の大会参加大変ご苦労様でした共同実行委員長の金子哲夫です 私は今、広島市の原爆死没者追悼平和記念式典に参加してきました。広島に原爆が投下されて77年、世界は本当に広島の被爆の実相を知っているのでしょうか。広島に 原爆が投下され多くの犠牲者が出ました広島市はその年の12月末まで14万人プラスマイナス1万人の命が奪われたとしています皆さんこの数字を聞いてどう思われますか私はいつもプラスマイナス1万人という数字に疑問を感じます 犠牲者が特定されているが、さらに不明なものがあると不明 <coughs>、不明な人もいるの,というのであれば、プラス〇〇人というのが普通だと思います。マイナスということは、犠牲者の特定が進んでいないことを意味しています。広島市は今 原爆犠牲者の名前をを特定すする作業を進めています1945年の12月末までに亡くなった人で、名前がはっきりしているのは何人いると思いますか ?8 万9065人にすぎません。14万人との差は、 あままりにも大きすぎますぎ私は原木、この記念式典に参加するたびに名前すら残すこともできずに犠牲になった人たちのことがいつも頭に浮かびます。今私が立っているこの場所の後ろ、わずか 50メートルのところ上空600メートルの上空で77年前に8時15分原爆は炸裂しましたこの場所に住んでいた人たちは一瞬にして命を奪われたはずですしかし そのことを語ることのできる人は誰もいません。それが原爆の被害の実相です。4日からの3日間、広島の大会で少しでも触れることのできた広島の被爆の実相、ぜひ各地区、職場、そして家庭に持ち帰って 伝えてください広島の悲惨な事実をすることが、知ることが、核兵器は絶対使わせてはならないという強い思いを作ってくれるはずです。皆さんの核兵器廃絶への思いと、運動が一層強まることを心から期待をして、ご挨拶とさせていただきます。 大会参加ありがとうございました。続きまして、3日間の広島大会のまとめを、谷正史大会事務局長が行います。 皆さん、おはようございます。まとめの集会にご参加ありがとうございます。大会事務局長を務めます、谷です。減衰金世界大会、広島大会にお集まりいただいた皆さん、大変ありがとうございました。本大会のまとめを、この3日間を振り返る形で行わせていただきます。今年ののの減衰世界大会は会は tpnw 第回国議の開催と現在進行形の NPT 再検討会議の開催という、国際的に核兵器廃絶に向けた大きな動きが見られる中での大会となりました。1日目の開会総会では、被爆者の桐明さんに、被爆の実相を語っていただきましした私た私ちはいつも被爆の実をを原点に減衰期運動を展開してきました。 たまには原爆で亡くなった方々のことを思い出してくださいねという桐明さんの言葉に、込められた思いを受け止め、意味を理解する上で今日8月6日をここ、広島で迎えることは大変大きな意味があると感じています。福島報告では、福島の現状とアルプス処理水の海洋放出について、 県民や多くの国民の理解が得られない中での強行を決して許さないという決意を福島県平和運動センターの角田さんが述べ全体でその思いは共通であることを確認しました2日目は午前中に分科会を6会場で開催しそれぞれテーマごとに課題について理解を深める形で実施しました第一文化会は 会見と敵基地攻撃をテーマにに名古屋学学院大学の飯島さんにお話しいたただきましたアメリカのペロシ下院,議下院議長の台湾訪問について、それに反発する中国という構図が、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻につながった国会付近での挑発行為と一部つながるようなところがあるという内容の指摘から、飯島先生の話は始まりました。その後 鹿児島と沖縄から現地報告を受け沖縄戦の教訓として軍隊は住民を守らないとした上でその構造は原発にも共通しているのではないかというお話がありました第二文化会ではピースデポの湯浅さんピースボートの松村さんを講師に核兵器廃絶と東北アジア情勢をテーマに動き出した TPNW と NPT を柱に 東北アジアジ非核兵器地帯構想について学習を深めました。日本は核兵器保有国と非核兵器保有国との橋渡し役を担うとしながらも、TPNW の歴史的な第1回締約国会議に参加しませんでした。地方議会への意見書提出といった運動の積み重ねも、政府に TPNW への署名批准及び、 会議への参加を求めていくことにつながるという話もありました。実際にウィーンに行って積極的に活動した高校生平和大使の大内さんからもご自身の経験を交えたお話をいただきました。第三分科会は気候危機とエネルギー問題をテーマに東北大学の長谷川さん、市民エネルギー鳥取の手塚さんに講師をお願いしました。2030年以降のエネルギーシナリオについて考え、 持続可能な地域づくりとエネルギーシステムについて、原水金が2021年に出したエネルギーシナリオにも触れながら学習を深めました原発事故の教訓は、口論形成でもあるとし自由で開かれた議論ができないと同じようなことが今後も起こり得るということを指摘されていました第4分科会では原子力資料情報室の西尾さんと伴さんを講師として 核燃料サイクルと高レベル放射性廃棄物をテーマに、核燃料サイクルがいかに無謀な政策であるかについて学びました。6か所再処理工場の青森、核のごみ最終処分場誘致問題の北海道からも現地報告をいただきました。第5分科会は、被爆の実相を次の世代へ継承していくことを大きなテーマとして掲げ、在外被爆者問題、 被爆二世問題を含めた被爆者の残された課題を <coughs>、失礼しました、高校生からの発言も交えながら考えました、講師は平和,活動センター平和活動支援センターの平野さん、弁護士の財馬さんにお願いしました。韓国の被爆者から、植民地支配により被爆した我々が、なぜ日本と一緒に声を上げなければいけないのかという話があったことを紹介されていました。 この分科会に参加されていた若い世代の方々の真剣な眼差しは、次の世代への希望の証だと強く感じました。第6分科会は、減水金運動の入門編として、減水金共同議長の金子さんから、減水金運動の歴史と TPNW についてのお話、そして広島を語り継ぐ活動に取り組まれている高校生平和大使 OP の井上さんのお話を伺いました。 会場から若い方の関心を高めることが難しいという趣旨の発言がありました私たちの運動の発信方法について講師からもその場であったように SNS の活用などにより一層取り組んでいくことが運動を広げていくことに有効であるというふうに述べられていました昨日は分科会に加え多くの島と安野発電所へのフィールドワークや各種工夫を凝らした 午後からの企画の広場を実施し参加者の皆さんとそれぞれのテーマについて理解を深めることができましたそして夕方からの開催となった国際シンポジウムではアメリカピースアクションのカロさんイギリス CND のデイブさんそして減水金顧問の秋葉さんをパネリストとして否定される核抑止・廃絶への童貞はというテーマで ロシアにによるるウクライナ侵攻で高まま核兵器使用の危険性について考えました今後、核戦争にエスカレーションさせないよう、止める手立てについては、まず交渉のテーブルにつくことであり、威嚇をしたり、武器を提供したりすることからは対話は生まれないこと、そのためにアメリカのバイデン政権をテーブルにつける努力を現地で行っていること、ウクライナからの 難民への経済的・人道的支援を増やすことなどが語られました秋葉さんからは TPNW へのハードルが高すぎるのであれば核兵器保有国が核の先制不使用を宣言するということは実現可能なのではないかという話がありましたそのために岸田首相が各国リーダーに対して被爆の実相を語る必要がありそれを突き動かしていく市民の声が重要で 大きな意味を持つということが語られました興味が尽きることのない濃密な90分余りとなったというふうに感じていますそして本日大会3日目8月6日を迎えました皆さんどのような気持ちでここ広島で8月6日を迎えられたでしょうかロシアによる核兵器の威嚇によって世界的に 核兵器使用の可能性がこれまでにない緊張状態にまで高まっています。決して核兵器使用を許してはなりません。減衰金大会は3年ぶりに新型,コロナ感染症新型コロナ感染症以前の大会規模を目指すとして、本大会を開催しました。本大会の開会総会への参加が1200人であったことを、皆さんと一緒に共有したいと思います。 各会場にたくさん詰めかけていただいた分科会、広場、それから一席空けでご協力いただいた関係で、今、このまとめの集会の中でも、えー、立ってお話を聞いてくださっている方、それから通路に腰をかけて、えー、聞いてくださっている方、大変申し訳なく思いますけれども、えー、原石運動の熱を再び確かめ合う大会であったと感じていただければ幸いです。 金大会はこれまでも皆さんのご意見を伺いながら共に作り上げる形で開催してきました今後の大会の持ち方についても半角比較で一致するすべての人に開かれたものでありさまざまな立場の人たちが共同できる大会であるために開かれた議論を進めてまいります受け入れ準備を丁寧に進めてくださった現地実行委員会をはじめとした地元広島の皆さん 文化会広場の運営を一手に担っていただいた運営委員の皆さん、ご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。本大会で感じたこと、学んだことを、これから私たちがどのように生かしていくのか、日常の運動をこれからも確かに積み重ねていきましょう。核なき世界は決して夢ではありません。具体的イメージを描くことのできる 実現可能な未来です核のない世界が実現したときに、私たちはどういう生活をして、どういう表情で暮らしているのか、豊かな想像力を持って、具体的な言葉で語っていきましょう。その思いを皆さんと共有し、本広島大会のまとめとさせていただきます。ありがとうございました 再度皆さんの拍手で確認したいと思います<手>続きまして沖縄から特別報告を受けたいと思います戦後77年を経て沖縄でも広島や長崎と同じように戦争を知る世代が減少し続けていますが辺野古への新基地建設に見られるように基地の整理縮小は進んでいません こうした現実をどう捉え、向き合おうとしているのか。沖縄平和運動センター事務局長の。岸本隆さんからお話しいただきます。ええー、七十七年目の夏。広島にお集まりの皆さん。三日間の減衰切ない会、お疲れ様です。ただいまご紹介をいただきました。沖縄平和運動センターの岸本でございます。 特別報告の時間を与えていただきまして感謝いたしますさてアメリカのペロシ下院議長が3日に台湾を訪問しそれに警告を発し続けていた中国は猛反発による台湾への威嚇軍事演習が4日から始まりました中国の演習エリアは6か所設定されていますがそのうち2箇所は 与那国島を挟むように設定され漁業者は漁にも出られず生活にも影響が出ていると報道されています与那国島は台湾との距離がわずか110キロの国境の島ですこれまで台湾と文化的経済的交流を積み重ねてきましたそれがアメリカの軍事戦略の一環として2016年自衛隊監視隊が配備されました アメリカとと中国と台湾の緊張関係が一気にに与那国に世話されましたアメリカの半導体産業強化のためとも報道されていますがペロシ氏の台湾訪問は緊張をあおるだけの信じがたい愚挙としか言いようがありませんアメリカバイデン大統領は台湾への関与を初読め暗殺された安倍元首相も 台湾有有事事は日本有事だとししてきました。自衛隊のある幹部は、ことが起これば沖縄や鹿児島が戦場になるなどと、そこで暮らしている住民をないがしろに、いとも簡単にこんな恐ろしいことを言い始めています。これまでの戦争、また日本有事であれば、すべての在日米軍基地や 自衛隊基地が標的になりますこれまでの戦争が物語っていますまた少なくない在留邦人の避難は何ら言及されていませんロシアウクライナ戦争が止まりませんプーチン大統領の侵略戦争であり指摘の通りまさに蛮行でしかありません向こうの市民の犠牲は絶対に許されません 一方で、ウクライナのゼレンスキー大統領も、正義の戦争だと言わんばかりに、欧米からの武器提供を当然のごとく戦闘態勢を強化しています。日本をはじめ、国連や欧米諸国、世界は、この戦争を止める気があるのかと思いたいほど、戦争は長期化の様相を呈しています。日本をはじめ、欧米諸国は、 武器提供を直ちにやめるべきです私たちは2月24日のロシアの侵略後、毎週水曜日に即時停戦を求める集会を10回連続で行い、平和憲法9条の意義を訴えてきました。ロシアもウクライナも武器を置け、戦争を放棄せよ。両国の市民及び戦闘員の犠牲をなくすには、外交による 平和的解決ししかないことを訴えてきました一方で、日本政府および欧米諸国は、ロシア・ウクラ,ウクライナ戦争を機に、ますます軍備を増強し、戦争の準備を進めているかのように見えます。国内でも安倍元総理の発言を機に、核共有論がばっこし、敵基地攻撃、すなわち、 先制攻撃が当然のごと,ごとく論じられるようになってきています私たちは沖縄を日本を戦場にさせてはなりません戦争をさせてはなりませんロシアウクライナ戦争を終わらせることが台湾有事を起こさ,な起こさせないことにつながり日本を戦場にさせないことにつながります2005年の 防衛対抗は南西シフトを打ち出しましまた特に安倍政権の異物、安保関連法施行以降、与那国から南西諸島、九州、ここ広島の呉軍港まで、中国、ロシアに対するアメリカの盾の役割としての第一列島線上に自衛隊の配備が増強され、日米合同軍事演習が増激増し、日米の 軍事一体化が進められてきましたまた2022年度防衛予算と21年度補正予算を合わせて6兆1740億円となり初めて6兆円を突破しました自衛隊装備の増強が際立ってきていますそして岸田政権も敵基地攻撃の能力を有するスタンド・オフミサイルの導入などますます 軍備拡大が行われていますさて沖縄は5月15日で復帰50年を迎えました1972年の復帰後生まれが6割以上を占めるようになり米軍基地や自衛隊基地は当たり前の存在になってきています50年を経た今日基地の島沖縄はますます米軍と自衛隊の軍事要塞化となっています復帰とともにやってきたのは 日本国憲法ではなく、日米安保といっても過言ではありません。いまだ憲法が適用されない島ではないでしょうか。嘉手納基地、普天間基地は、米国のインド太平洋の重要基地としての役割と同時に、トレーニングセンターとしての役割も担わされ、在日米軍の三沢、横田、岩国、横を基地を母港とする空母艦載機、また、 アメリカ本国、ハワイ、カナダ、オーストラリア、韓国など、海外の米軍基地からも飛来し、連日、殺人的爆音を轟かせて訓練が行われています。爆音ばかりではありません。ここ数年、問題となっているのが、米軍基地から派生した PFAS などの有害物質が土壌を汚染し、川や海に垂れ流され、飲料水をも汚染しています。 名古辺野古への新基地建設はこの25年5年以県民の民意をないがしろに建設を強行しています歴代政府は二言目には丁寧に説明し県民の理解を得るとしていますが言えるとしていますが丁寧な説明を受けたことは一度もありません県民不在の日米の一方的な合意による基地建設が押し付けられています日本もアメリカも 民主主,義民主主義国家といえるでしょうか今年4月12日普天間基地返還の日米合意から26年が経ちましたいまだ返還の道筋もついていません辺野古移設を唯一とする日本政府の思考停止によるものです今日も辺野古ゲート前では座り込みが続いています機動隊に何度も排除されても諦めず非暴力で 座り続けています。国の応募に負けないとみんなで頑張り合っています。国家予算と手弁当の戦いが続いています。大浦湾では軟弱地盤が見つかり、専門家をして建設は絶対不可能と指摘されていますが、玉城デニー知事が不承認とした設計変更では、当初予算三千五百億円が九千三百億円に膨れ膨らみ、後期は十二年延長されています。 辺野古新基地も、あるいは浦添新軍港も完成は2035年以降と言われています。戦後90年、いや戦後100年、いつまで私たちは米国の軍隊を背負,背負わなければならないのでしょうか。それを跳ね返すためにも、まずは9月11日の知事選で、玉城デニー知事の再選を果たさなければならないと考えています。 21世紀は戦争のない、核のない世界が訪れるであろうと信じてきました。また、減衰金を中心に世界的な反戦、反核が社会の崇勢とも思ってきましたが、どうもおかしな状況が続いています。私たち沖縄もまた全国の運動に学び、知恵を出し合い、知恵を出し合っています。継続は力です。私たちの各地の、各地での運動が、 民主主義を守り人権を守り命を守っていると思います沖,沖縄県立平和記念資料館の結びの言葉にはこう刻まれています戦争を起こすのは確かに人間ですしかしそれ以上に戦争を許さない努力のできるのも私たち人間ではないでしょうか戦後この方私たちはあらゆる戦争に組み平和な島を建設せねばと思い続けてきました これがあまりにも大きすぎた代償を払って得た譲ることのできない私たちの心情なのです。沖縄戦、広島、長崎の原爆、そして日本の敗戦から七十七年も経ちます。沖縄は二千二十年の二年の今年、戦前生まれの方々が一割を切ります。地元新聞は専門家の意見も交えながら、戦争の記憶の継承が課題となる中。 体験を直接聞けなくななくるる日がが刻刻一とと迫っっていることが数字でうく彫りになった沖縄戦を体験していない世代が語り継ぐ方法や戦争遺跡の活用など記憶を継承する工夫がより重要になってくると指摘しています広島そして長崎とともに沖縄からも発信,続けて発信し続けていきたいと思います戦争をし,しないと決めた 平和憲法を守らなければと思います岸のない沖縄平和な日本戦争,の戦争も核もない世界を目指して共に頑張り合っていきましょうありがとうございましたありがとうございました続きまして広島大会を締めくくるにあたり広島アピールの提案を行います 提案は現地実行委員会。自治労広島県本部の山本かなこさんです。被爆77周年、原水爆禁止。広島大会あ、世界大会、広島大会、広島アピール。案。 1945年8月6日午前8時15分、広島に投下された原子爆弾は、強烈な熱線、爆風、放射線のもと、その年のうちに14万人もの命を奪い去りました。あの日から77年、被爆者の高齢化は進み、限られた時間の中で、援護対策の充実と国家の責任を求めることが急務となっています。 また、アメリカとロシア、中国の大国同士の対立などで混迷する世界情勢を受けて、核兵器をめぐる状況は危機感を深めています。改めて、核兵器廃絶への歩みを確実なものにしていかなくてはなりません。ロシアのプーチン大統領は、2022年2月24日、ウクライナへの軍事侵攻に踏み切りました。 度重なる計画を無視する形での侵攻により、多くの尊い命を犠牲にする状況が続いています。また、公然と核兵器使用をほのめかす発言をし、侵攻前には核兵器搭載可能な大陸間弾道ミサイルを使った軍事演習を実施するなど、核による威嚇を繰り返してきました。国家主権と領土を武力で侵すことは、国連憲章に反し、国際秩序を揺るがす蛮行であり、断じて許されません。 これ以上の犠牲者を出さないため即時停戦の実現と今後の国際社会の安定を求めていきます核兵器禁止条約が2021年1月22日に発行2022年6月21日から第1回定約国会議が開催され核兵器廃絶の実現へと世界は動き出しました日本政府は 核なき世界への出口ともいえる重要な条約と評価する一方、オブザーバー参加すら行わず、条約に賛成することは、アメリカによる核抑止の正当性を損なうという主張を崩していません。8月1日からニューヨークで核拡散防止条約 NPT 再検討会議が開催され、岸田首相が参加していますが、核兵器の非人道性を訴え、 国際人道法に従う重要性を語ることが唯一方で、国内ではウクライナ情勢を利用して、核シェアリングの導入の検討、防衛費、GDP 比2%以上を目標とする増額、敵基地攻撃能力など、これまでの専守防衛の在り方を転換する危険な流れが生まれています。 また、非核三原則を国是としながら実質的にこれを破壊する動きを制御できない政府は、戦争被爆国として果たすべき役割と努力を放棄していると言わざるを得ません。被爆者の思いを踏みにじり、NPT にも反する議論は国際的信頼を裏切るものとして決して許すことはできません。私たちはこの間、日本政府に対し、核兵器禁止条約の批准、 NPT 再検討会議の成功をを求める核兵器廃絶1000万署名を取り組んできましたこれからも核と人類は共存できないことを基本に、日本政府への核兵器禁止条約、署名、批准を求める運動に総力を挙げ、核兵器廃絶への動き,動きを前進させましょう。東日本大震災、福島第一原発事故から11年が経過しましたが、 事事故故のの収束は未だに見通せていないな中で原発事故の風化が懸念されます日本政府が福島第一原子力発電所から排出されている放射性物質を含む汚染水を福島県沖の太平洋に放出する計画を閣議決定し原子力規制委員会は2022年7月22日東京電力が海洋放出に向けて申請した設備,設計,設備計画を認可しました。 地元の漁業団体に加え、近隣諸国からも計画に反対の声が上がっています。今、行おうとしている処理水の海洋放出は、事故で被害を強いた人々の犠牲の上に、廃炉を進めることにほかなりません。私たちは、海洋放出の強行を決して許しません。また、運転開始から40年を超え、老朽化した美浜原発3号機の再開が、原発事故後、全国で初めて行われましたが、 政府はさらに原発60年超の運転の検討にも着手しています。運転開始から40年を超えた危険性の高い老朽原発の運転は決して許されません。私たちは原発事故により放射能汚染を強いられた人々の健康不安、特に子どもの健康にしっかり向き合い、被爆者援護法に準じた法整備を国に求めるとともに、原発再稼働や新増設を許さず、 すべての原発の廃炉、再生可能エネルギーへの転換を求めます。減衰期運動の原点は、被爆の実装です。しかし、被爆77年が経過し、原爆被害の実相が風化しつつあることも事実です。限られた時間の中で、核兵器廃絶と被爆者課題の解決とともに、被爆の実相をどのように語り伝えていくか、次世代につなげていく取り組みを進めていきましょう。 一人一人の命をないがしろにするすべての政策に反対して、個人の尊厳を守り、未来ある子どもたちに、核も戦争もない平和な社会を届ける取り組みを全力で進めましょう。ノーモア広島、ノーモア長崎、ノーモア福島、ノーモアウォー、ノーモア被爆者。2022年8月6日、被爆77周年原水爆禁止世界大会広島大会。 さんの拍手で広島アピールを確認したいと思います <拍手 S 1> ありがとうございましたここで4日の開会総会会場でご協力をいただきました第25代高校生平和大使派遣と広島県被爆者団体協議会活動カンパの集約を報告いたしますカンパ総額は 三十一万三千九百五十一円でした。全国の皆様の温かいご支援に。心から感謝いたします。最後に。<手>最後に、現地実行委員会代表委員の。佐古正明より、閉会の挨拶を行います。 え皆さん、改めましておはようございます。えー、現地実行委員会の佐古でございます。えー、広島大会の閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。えー、その前に、今日のこの場のまとめ集会の参加人数が発表されております。えー、まとめ集会450名の参加ということで、開催をしておりますことをまず報告をしておきたいと思います。<laughs> え3日間の広島大会。 皆さん方においては、特に新型コロナウイルスの感染が爆発的に拡大する中での参加でありまして、えー、健康に不安があったり、感染に怯えたりということで、えー、大変な思いをされて、参加をされてきたと思います。えー、3日間、最後までお付き合いいただいたこと、大変ありがとうございます。えー、そして、この広島大会、3年ぶりにこうして対面での開催ということになりました。 被爆地をやっぱり自分たちの目で見て歩こうということが、一番重要だということを再認識をしました。その目的も達成ができたということを、皆さん方のご理解によってできたということを、まず感謝を申し上げたいと思います。 当然のことですけど、広島市内、皆さんは歩きになってもわかると思いますが、原爆投下当時の面影を残す遺物はほとんど残っておりません、えー、また、この会場を出ても、ですね、多くの高いビルが、ね、建設をされておりまして、当時、ここがあの77年前、け原一面焼け野原だったということを 想像すらできないような状況になっております開会総会で被爆者の桐明さんが証言をしてくれたように本当に77年前の今ここは地獄絵だったということをそれぞれの皆さんで想像してみていただければありがたいというふうに思います私たちは見たび原子爆弾の使用を許すことはできませんし広島長崎の原爆の 体験を通して、その体験を通して、使用、原子爆弾の使用を阻止する、その取り組みで、後世にこの体験を語り継いでいかなければならないというふうに思っています。今日こうして3日間の広島大会を終えて、それぞれ皆さん方は岐路、えー、に立つくと思います。まあ、長崎大会に行かれれるる方ももいいらっしゃると思いますけれどもこの体験をぜひ職場 それから地域に戻って活動に活動の糧にしていただきたいというふうに思います一人一人が減水金運動の先頭に立つということを確認し合って皆さん方の今後のご活躍に期待をしてこの広島大会閉会とさせていただきます3日間どうもありがとうございました これをもちまして、被爆77周年原水爆禁止世界大会広島大会まとめ集会を終了いたします。ごご協力ありがとうございました。